乃木坂46が3年ぶりとなる6期生オーディションを開催。今回のオーディションのテーマは、世界は、ほんの一歩で変わる。今回、グループ史上初の試みとして春、夏に2回オーディションを実施する。乃木坂46のオーディション応募者は、中学生、高校生、大学生など学生が多く占めるため、今回春、夏の2回募集により、学業などの都合に合わせて参加スケジュールを選ぶことができる。春、また、春、夏の両方のオーディションに応募をすることが可能なため、春のオーディションで思うように実力を発揮できなかった応募者は、夏のオーディションに再チャレンジも可能だ。2021年に開催した5期生オーディションは、グループアイドル史上最多の 87,852 人が応募し、11人のメンバーが選出された。その後、5期生はシングル楽曲のセンターを務めるなど、グループを代表するメンバーへと成長。1、2期生が卒業し、新体制となった乃木坂46のさらなる躍進に大きく貢献した。そんな中での新メンバー募集となり、6期生には大きな期待がかかる。応募資格は満12、20歳の女性。春の募集の応募締め切りは3月5日17時。応募の方法は公式サイト及びオーディション情報サイト、レビューに掲載。